剥げてきた。はい、こんにちは、漢字です。皆さん太ってますか？久しぶりに言った今日はですね、自宅キッチンからお送りいたします。今日は何するのかっていうと、ハンバーガーを作りたいと思います。ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですが、私漢字、ハンバーガー作りが大好きではないんですがハンバーガーをキャンプで作って食べるっていう動画をねやってまして、今回ハンバーガーをリニューアルしようかなと思って、試作ですね、試作をやってみたいと思います。ハンバーガー的にはベーコンチーズバーガーなんですが、それをね一アレンジ加えて美味しいかどうか、それを試してみたいと思います。というわけでスタート。はい、それでは材料の紹介をしたいと思います。まず左からいきますか。ベーコン、レタス、トマト、はい、それからこれ牛肉ですね。赤身ランプ肉になってます。 140g ですね。なるべく油がついてないところを選んで買ってます。はい、で安くていいんですよ。とリアルマヨネーズ、まあ、美味しいマヨネーズですね。これは刻んだピクルスですね、こういう感じで。はい、はい、それからこれチェダーチーズね、はい、あとパンね、バンズなんですけど、いつもバンズは手作りバンズでやってたんですけども、それがね一番大変なんですよ。キャンプの前の日ぐらいから作り始めないといけないんで、バンズをとにかく作るのが手間で、それでまあねやんなくなっちゃったんだけど、こういうバンズスーパーで売ってるので、これがね材料ですね。まあこんなもんですよ、材料はね。はい、続きまして調理道具ですね。この鉄フライパン、このフライパンを使いたいと思います。これはパティを焼きますね。はい、それからねこれがパティを、ここで成形するんですね。ここに刻んだお肉を乗せて、これでギュッギュッてこう型押しをして、この形にすると、そういうような道具ですね。ホットサンドメーカーになってますね。これを使って焼き上げたいと思います。キャンバーガーは、バージョン 2.0 ってことでやってみたいと思います。それでは調理していきたいと思います。まずは、肉を切って、軽く味付けしたいと思います。クミンをちょっと入れるとね、香りが良くなります。それからねコンソメ、ブイヨンでもいいですよ、コンソメをちょっと入れます。はい、じゃあね切っていきます。ひき肉は使いません、もう油ばっかりなんで、ハンバーガーはつなぎとかは使いませんので、油の多いお肉使っちゃうとですね、成形してこう焼いてる時に油が溶けて流れていってボロボロになってしまいます。ハンバーグみたいにね、周りを焦がして中に肉汁を閉じ込めてとか、そういう料理ではありません。なるべくこういうね、もう油なんか全然ついてないでしょ、これ、ね、こういう赤身肉、これが一番いいんですよ。で僕のやり方はだいたいこう半分ぐらいにして、こうですかねこんな適当っすよ。こうやってお肉をですねザクザクと細く切っていきます。ランプ肉なんでね、まあ、こんな感じですよ。はいね、中にも全然油がないでしょ。こう触っててもこう油がにじんでこない、これがいいんですよ。こうしてまた刻んでいきます。こうとしてはパティは 100g で作るようにしています。これじゃちょっと少ないのでもうちょっと足します。ミンチの具合だよね、これはもうお好みでって感じだと思います。やっぱりこう手切りするとね粗めのゴツゴツの
お肉ができますよね。大体ですが、まあ、このぐらいで110か120ぐらいになっちゃってるかもしれないけども、このぐらいがいいかなと思います。これをこちらカップにね入れて、これは後で別で食べましょう。はい、お肉のミンチ出来上がりですね。ここに軽くコンソメ入れます。顆粒コンソメ、もうこれ目分量っす、いつもこんなもんかな。はい、あとクミン何振りかして、これでいいかな。スプーンとかね、使って、混ぜてください。こうやりたくなっちゃうかもしれないですけど、手でやるとこの手の熱、お肉の油がね溶けちゃいますので、なるべく触らないように。キャンプでやろうとするとやっぱりね、衛生面でもね手でこねない方がいいかなと思います。ハンバーガーのパティっていうのはハンバーグと違ってぐちゃぐちゃして練って粘り気を出していくっていう作業はないです。今ただこうコンソメとクミンを混ぜただけ。はい、これで下味が完了ですね。ここでは塩とかは入れません。塩入れるとやっぱり水気が出てっちゃうので、パティをね仕込んでから焼き上げるまでの時間が長い場合は中に塩は入れない方がいいと思います。じゃあこれをここに移します。ドンドンドンと、はい、入れました。だいたい均等にこうなるようにね入れてあげます。そしたらこいつを上からギュッギュッギュッってこういう感じで、ちょっとこう圧縮してあげます。そうするとしっかり綺麗にこの形で成形されますのでね、これでパティの出来上がりですね。あ、はい、でこれ底が抜けるようになってるのでこういう感じで、はい、できました。はい、続きましてこちらですね、バンズいきます。スーパーで買ってきたやつなんですけど、本当はねパン屋さんで売ってるバンズがいいんだけど、まあ、なかなか、ね、手に入りにくかったり、近くにそういうパン屋さんがあればねいいんだけど、うちの場合はないんでね、まあ、このスーパーのを使ってみたいと思います。とりあえず今日はね1個作ります。ヒールっていうんですかね、そこの方に、まずリアルマヨネーズをね、下側は僕はたっぷりめに塗ります。口の方までしっかり塗ってあげてください。上に乗せる野菜とかお肉の肉汁とかでねパンに染み込むとパンがねぐちゃぐちゃになって食べにくくなります。真ん中辺に多めに塗っといてあげます。クラウンの方ね、上の方、こっちはあんまり塗りません。だいたいいいかなっていうぐらいのところで薄めに広げておきます。はい、これでマヨネーズ終了。続きましてピクルスですね。まあこのぐらいかな、結構多めに入れちゃっても美味しいですよ。ここに真ん中にちょっと厚めに塗ったマヨネーズの上にちょっと多めに、口いっぱいにね乗せちゃうとこう挟んだ時に横から出てきちゃうので真ん中あたりに寄せといた方がいいです。このピクルスとマヨネーズの組み合わせなんですけど、これ なんかに似てません？はい、そう、気づいたあなた、すごい。タルタルソースですね。はい、これでタルタルソースの風合いを作ってます。タルタルソースで作っちゃうんじゃなくて、こういうふうに別々にすることによって食べた人のね口の中でこう味が完成するっていう、こうハンバーガーのねこの奥深さ、そういうものがあります。はい、続いて、野菜とベーコンになるんですけども、まずトマト切っちゃいましょうか。トマトはねこう切るんじゃなくてこう横からいきます。横に切りますね。今回1個しか作んないんで、まあ一番いいとこ取りの真ん中あたり使おうかと思うんですけども、まあ、何個か作るときって何等分かにしますよね。でその時、このヘタの部分ですね、ここをこう
包丁の中に突っ込んであげて、こうね、ヘタをくるくるっと、でこの時トマトの方を回してあげるっていうところね、注意してくださいね。包丁をね、こじるとビッて飛んだ時に指切っちゃったりしますんで、トマトの方を回してあげるというところはね、お気をつけください。はい、ヘタ抜いたらもうここのまま切っちゃいますね。はい、こういう断面ですね。僕はこのぐらいの厚みでいいかなと思います。でこれはまた別で食べます。レタスはまあこういう形で、なるべく切らないようにこのぐらいの大きさで準備するといいと思います。でレタスなんですけど、この辺の硬い部分は取っちゃって、でバンズのサイズぐらいの大きさにこう折りたたんでおきます。こういう感じで、でもうバリバリって言って折りたたんじゃっていいです。こうやってこうしたら、この上にトマト乗せちゃいます。そうすると形がこのままキープできますんで、ね、これでいい感じでしょ。どっちを前向けようかなぐらいな感じでね。でバンズの上にこれをそのまま、さっきのピクルスの上に乗っけます。そして、ベーコンを切ります。このぐらいでいいかな、厚めいいんじゃない。次の工程はパティを焼きます。そしてベーコン焼きます。焼きの工程に入りたいと思います。今フライパンを熱している間にですね、パティの味付けの準備したいと思います。僕はもういつもマキシマム、もうこれで味がバッチリ決まるのでかけていきます。今かけてる方がまず先に焼く方です。先に焼く方はちょっと強めに振っておきます。鉄板温まってきたら油を引きます。油はねちょっと多めの方がいいと思います。こうやってやってもいいんだけど、この使うヘラもね、こう油でコーティングされるので、こういう風にやるとくっつかないね。すいません。はい、じゃあ乗っけてきますね。これにこうして、こうしてそーっと乗せますね。いいですね。いいね、焼けてるね。ちょっとね、焼いてる間にベーコンもね置いときます。今焼いてる面の方に先ほどマキシマム強めに入れたんですけども、こっち側もね軽くやっときます。こっちは軽めでいいです。焼いてる時はあんまり動かさない方がいいですね。時々盤の位置を変えてあげるといいかなぐらいですね。ベーコンもいい焼き色ついてきましたね。時々縁を押してあげて崩れにくいようにねやってあげましょう。どうかな、そろそろいいかな、ね、繰り返します。おー、いいねいいね、美味しそうだね。よし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 、だいぶいい感じになってきました。反対面焼き始めたらですね、チーズを乗っけたいと思います。チーズこうやって上に乗せときます。こちら僕は、バーボンをおすすめしますが、ウイスキーね、これをぶっかけます、ね、この上にこう、ね、で蓋、いいですね。ベーコンを上に乗せちゃいます、はい、こういう感じでね。でこれをさっきの、トマトの上に重ねていきたいと思います。いくよ。でここに、乗せます。うまそう、もうこれだけでうまそうじゃん。
今思いつきなんですけどね、りんちゃんの顔にバターを塗りたくりました。下は置いちゃってたんで、ちょっと端っこにねバターを置きました。バターの風味付けをしたらもしかしたらね、美味しくなるかもしれないんで、これで、バンズ蓋をして終わりです。今の工程でね抜けてるのが一つあるんですよ。はい、そうです。バンズを、まあ、トーストする、その工程をすっ飛ばしました。今まで僕もねキャンバーガーをキャンプ場で作ってて一番難しかったのがバンズを焼くことだったんですね。トーストすること、なかなかうまくトーストできなくて、焦がしちゃったり、焼いた時のパンのいい香りっていうのがなかなか出なかったんですよ。今回このホットプレスすることで最後にね熱を加えたらどうだろうかっていうことで、まあ、こんだけ背が高いものをぶっ潰すとどうなるんだっていうねこともありますが、まあいけるでしょう。これで潰していきたいと思います。よし、強引にぶっ潰してやりました。これで火にかけたいと思います。うまくいくんかな、これそのあのまんま食った方がうまかったんじゃないかっていうね説もありますが、その時はその時だ。グツグツいってきましたよ。ものすごい汁が出てそうな音してますね。これひっくり返すと大丈夫かな。じゃあひっくり返してみますよ。せーの、おっ、よし、ほとんどこぼれなかった。そろそろいいかな。はい、それではねいよいよ、オープンしてみたいと思います。はい、じゃあね開けますよ。オープン、パカッ。おお、ちょっと焦げまくってるな。試作第1号。これね、見た目は失敗だね。味がいければね、せめてもの救いなんですが、いただきます。プレスしてあるんで、食べやすそうです。うん。あっこ。うん、あーそういうことか。うん、じゃあホットプレスで、レタスに火が通ったんでちぎれにくくて熱くて食べにくい。これじゃあキャンプで作るキャンバーガー、今回リニューアルしてみようかなと思って試作をしてみました。結果的には、ね、失敗かな。次ね作る時は今感じた課題点を改善してまたチャレンジしてみたいと思います。キャンプ場でもっと簡単に美味しく、作れるように、改良していきたいと思います。ということで今日は、キャンバーガーの試作でございました。インスタ、ツイッターやってますのでフォローお願いします。また幹事の公式 LINE アカウントというものを作っておりますので、そちらもお友達登録していただけると嬉しいです。また、チャンネル登録をして隣のベルボタンを押して次の動画も見に来てください。それでは幹事でした。またね。これじゃあうん、ダメだ、ダメ、食べにくい。うん、食べにくいな。味はね、美味しい。うん、味は普通に美味しい。熱い。